ラッキーダック。ラッキーダック。チキン屋さん。生パスタと。レジ専門店。結構、金持ちが多い感じなんで。自分、ほとんど何もやってなかったです。はい。職業調査隊。ペック取ります。隊長。副隊長。せーの。職業調査隊。前回は、渋谷の街へ調査しに行ったよ。今回は、みんなバイト何してる？今回で人事。渋谷第3弾、始まるよ。職業調査隊。今大学何年生ですか？3年生です。2年生。何の高校の時のスポーツやってて。ああ、その知り合い。そうなんですね。バイト何してます？1つ目はドトールコーヒー、2つ目はダッキーダック。ダッキーダック。チキン屋さん。生パスタとケーキの。お姉さんは昔展望台で接客。運命だと。おー、すごい。じゃあなんでそのバイトを選びましたか？部活との両立ができるのがドトールコーヒーで、ダッキーダックの方は友達の紹介で入りました。展望台はもともと空港のバイトやりたくて、だけど個人情報送っただけで断られちゃって、で一緒に送ってたのが速攻だったから、たまたまそっちが良かったんで。仕事ないよ。主にレジ、ドリンク作り、パスタの方は私はキッチンなので茹でて焼いてとか、そういうことをしてます。展望台の方はチケットとかお客さん監視でやったり、受付みたいな感じですか？もうそうですね。働く前と働いてからのイメージの違いとかでありますか？利用したことがなかったのであんまり変わったっていうのはないんですけど、老人の方とか長居する人が多いんだな。あんま印象変わってないけど、海外の方がいっぱい来るなっていうか、日本人の方より英語使ってる方が多いかな。あんま全然できないんですけど、割合4部、6部とか英語の人が若干多いかも。時給は1127円。ダッキーダックの方は1200円です。1300円。バイトしてて良かったなって思うことありますか？もともと人見知りとかあんま喋らなかったんですけど、初対面の接客なのでいろんな人とお話できるようにはなりました。私はコミュニティがやっぱ増えたから、人脈が広がったのが一ついいかな。職業調査隊。今おいくつですか？20歳です。じゃあ今バイト何してますか？精肉屋と、スーパーのお惣菜作るバイト。スーパーのレジ。どんな仕事内容ですか？肉の量り売り、うん、でスーパーのお惣菜は揚げ物揚げたり、うん、おー、基本レジ。そうです、ね、品出しとかもレジだけで。レジだけ？あー、そんなのあるんですね。レジ専門会社で。すごい。品出しとかはやらずに。なんでそのバイト選びました？なんかネットで見てて適当にここいいかなと思って。接客が好きなの。あと3月オープンのところでオープニングでやってみたいと思って。確かにオープニングって書いてあるとちょっと惹かれますよね。働く前と働いてからその仕事のイメージとかって変わりました？あ、変わりました。精肉の方は思ってたより大変。百貨店の中のスーパーみたいな感じなので結構お金持ちの方が多い感じなんで、そういう言葉遣いとか気使うとか大変だ。時給は1150と1180。おー、1200円。おー。じゃあ週どのぐらい入ってますか？週4は結構入ってます。週5。もうフルで。フルでバイトしてて良かったなって思うことありますか？肉だとこの料理には何の肉使うとか肉の部位とか覚えられたので。お客さんに直接ありがとう、感謝とか言われた時は嬉しいですよね。職業調査隊。今おいくつですか？20歳です。20歳です。どんなバイトしてました？船関係のアルバイトでした。船関係。おー。自分コンビニで働いてました。はい。船関係ってどういったこと？船の掃除とか移動したりって形ですね。自分はほとんど何もやってなかったです。はい。じゃあなんでそのお仕事を選びました？自分は距離が近かったからです。ああ、はい、じゃあお家から近くて。そうです。同じです。働く前と働いてからイメージの違いとかっていうのありました？いやでも本当になんか船関係だったらそんなにイメージはあんまり変わんなかったです、ね。変わらず。はい。イメージ、良くも悪くもなんか大変だったからイメージ通りだった。イメージ通り、はい。ちなみに時給は？時給いくらだったの？1000円。50円とかだったと思います。1050円くらい、はい。最低賃金ぐらいだったと思います。じゃあ1000円ちょっとぐらいかなって。週どのぐらい入ってました？自分は週、
まあ、1日か2日ぐらいでしたね、うんうん、週3ぐらい。そのバイトしてて良かったなって思ったことありますか？でもなんか珍しいバイトだったので楽しくできたなって、まあ、コミュニケーション能力が上がったことですか、ね。職業調査隊。店員さんには優しくしよう。通ってた時は全然大変さとかわからなかったんですけど、ちょっと高校の頃からやりたかったので。叶いましたね。職業調査隊。というわけで本日は以上になります、はい、チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。